皆さんこんにちは。こんにちは。今日は IT 系の桐蔭学園 OB 会第1回の開催をしています、はい、でまず私の方の自己紹介から。私は23期英語組だった中畑隆弘と申します、はい、高校時代は陸上部で、ですね、今年1月に転職しまして、それまでは照明設備の制御をしてたんですけど、今年の1月から人工知能のスタートアップに転職しました、はい、今は四谷のウィーワークというところにいます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ初瀬さんお願いします。はい、29期 R3 組の初瀬と申します。現在都内で、弁護士をしておりまして、事務所としても私としても、スタートアップさんですとか IT の、スタートアップさんですとか、支援をさせていただいております。はい、はい、よろしくお願いします。こんにちは、ストライプの徳永と申します。桐蔭学園38期を卒業しまして、うん、日本の会社、外資系とか大きな会社、ちっちゃい会社含めて4社目なんですけれども、テック界隈をうろうろしておりまして、特にマーケティングをやっております。皆さんとオンラインビジネスを盛り上げていきたいなと思っております。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします、はい、今回第1回目ということなんですけど、桐蔭学園の OB 会が去年かなんか全体の大きなもの、はい、あって、でもそれ結局あったけど、あまりにも大きすぎて、うん、なかなかそのね続かなかったっていうのと、うん、あとやっぱりその縦のラインを作るときにちゃんとカテゴリー絞った方がもっと、まあ、参加する人も来やすいだろうし、興味があったもんね、ですよね、はい、で今現在やってるビジネスの話もあの話ができたり、ね、共通することがあったりするので、ということで、まあ、私自身もあのつい最近 IT 系になったので、うん、IT 系の桐蔭の OB 会を結束しました。で、今後、まあ、今後は月1回ぐらいやっていきたいと思ってるんですけど、やるのもその、まあ、どっかの会議室とか借りて、まあ、自分たちがやってることを話をしたり、まあ、もしくは LT とかあのライトニングトークですね、プレゼンテーションみたいなことをしてもらったりして、桐蔭学園 OB 会だけどいろいろ今の自分たちがやってることを共有すると。でそれに対してみんなの意見もらったり、いいですね、ね、っていうことをやっていきたいと。でその後に、まあ、飲みに行ける人は飲みに行くということでやっていきたいと思っています。はい、ワクワクしかないですねですよね、ワクワクしかないですね、はい、で結構やっぱりこうね、皆さんも仕事で出会った人で、あの人桐蔭だったんだとか、ある SIR さんの事務所に行ったら宇川先生の本が置いてあってこれ絶対そうだよねっていうところがねあったりすると。なので、まあ、なかなかそういうのをあの IT 系の桐蔭の人たち集まる機会がなかったので、まあ、これを機にまずは3人でこれから月1回やっていきたいと思います。なのであと場所は私 WeWork の四谷にいるので、まあ、そこの会議室ちょっと会社で OK 取れれば取りますし、もしくは、まあ、これを見て桐蔭の OB 会、IT 系 OB 会興味あると、で場所あるからぜひ会議室使ってとかいう方は連絡いただけるとありがたいです。はいはい、参加も、ぜひ連絡ください。で連絡は、動画説明欄に私の個人のブログの、お問い合わせフォームの URL を貼っておくので、そちらから、連絡いただくか、もしくはその動画のコメント欄にいただけるといいです。はい、たくさん参加していただけるね、ですね、はい、ですね。なのでまあそういうふうに定期的に開催して、新しい情報も手に入って、そうですね、はい、なんか楽しいことをやっていきましょう。楽しくいきたいです、はい、ということで、じゃあ今後 IT 系桐蔭 OB 会みんなで楽しむぞ、おということでありがとうございました。はい、よかったら私の YouTube チャンネルの登録もお願いします。では皆さん、次回の桐蔭学園 IT OB 会でぜひお会いしましょう。ではさようなら。